こんにちは、たばいもんです。今日もですね、看護学生生活の難易度を下げる情報を発信していきたいと思います。今日は勉強編です。今日のテーマはですね、炎症の仕組みについてお話しします。炎症ってなんか知ってるようであんまりよくわからないですよね。ということでやっていきましょう。炎症とは、壊死や刺激や侵襲に対する生体反応です。有害因子を排除、無害化し、修復する過程を指します。要因には物理的、化学的、生物学的要因があります。炎症の兆候には発赤、主張、熱感、疼痛があります。ちょっとよくわかんないですね。炎症は簡単に言うと、やられたらやり返すのやり返す反応やと思っておいてください。そんな炎症はですね、先ほど要因について説明しましたが、ちょっと説明不足でした。外的要因と内的要因があって、その外的要因に物理、化学、生物学的要因があるんですね。じゃあ内的要因は何かっていうとですね、自己免疫が関わるんですよ。この自己免疫によって起こる炎症がアレルギーです。ですが今回は炎症そのものについてお話しますので、アレルギーはまだ今度お話します。炎症の外的要因にはこの3つです。物理的要因にはですね、外傷、電気、熱があります。化学的要因にはですね、酸とかアルカリ、塩酸などがそうですね。生物学的要因にはですね、細菌やウイルスや真菌です。今回は細菌で例えるとちょっと分かりやすいので、細菌で例えたいと思います。ですが基本的に化学的にも物理的にも同じ反応を示すと思っておいてください。ここからはイラストとアニメーションで炎症の仕組みについてお話します。細菌とか外傷などで細胞が傷つけられます。傷つけられた細胞はこういうわけです。やばい。その細胞はですね、助けを呼ぶわけですね。その助けを呼ぶ手段として化学伝達物質を放出します。この時に働く化学伝達物質を炎症性メディエーターというんですね。その代表的なものにヒスタミンとかプロスタグランジンとかがあります。他にもブラジキニンとか、中にはセロトニンもあるんですね。これらの化学物質はですね、助けを呼ぶための反応を起こすんです。ここでポイントなのは、反応を起こすだけであって、この外傷であったりとか細菌感染とか、それらに対して対処するわけではないんですね。まずはじめに体中に知らせるためにプロスタグランジンが反応します。ということはですね、疼痛が起こるわけです。出てきました。4兆候の一つ、疼痛が出てきました。他の化学伝達物質はですね、血管を拡張させます。血管を拡張するということは血液量が増えますよね。血液の色は赤色です。ということで発赤が起こるわけですね。さらに血液は熱を運びます。そして今その血液が増えています。ということは熱もたくさん運ばれてくるというわけです。熱感が起こるわけです。続いて何を起こすか、血管の隙間を広げます。こういうふうに血管の壁の隙間を広げるわけです。これを血管透過性亢進と言います。この隙間からですね、血液の血球以外の成分、要は血小ですね、それが外に出るわけです。血小の大部分を占めるのが水分でした。ということで水分が外に出るので水ぶくれなどの主張が起こるわけです。あまりにも水分が多かったら水ぶくれになるわけですね。血管拡張ということは道が広くなるわけです。ということは通りやすくなるわけですね。そして血管透過性亢進することによって血管の外に行けるわけです。これによって心強い助っ人が来れるわけです。誰か、好中球です。好中球が炎症が起こった時に最初に駆けつけるわけですね。この好中球が駆けつけることを郵送と言います。これによって好中球は細菌であればそいつを退治してくれます。ですが好中球は結構ワイルドです。食べてはくれるんですけども、破片とかを残してくるんですね。とかあとはですね、組織が傷つけられたことによって細胞の断片とかが今残ってるわけです。この掃除はですね、別の白血球がやります。誰か
マクロファージです。マクロファージがこういった断片を食べてくれるというわけですね。これが急性炎症の仕組みです。しかし、慢性炎症、要は炎症が長引くと、今度はですね、好中球ではなくて違う白血球がやってきます。それがですね、リンパ球とマクロファージです。先ほどの急性炎症ではですね、マクロファージはもちろん細菌やウイルスがいたらやっつけてはくれるんですけども、主に掃除の役割を果たします。しかし、慢性になると普通に戦ってくれます。ということですよ。慢性期になるほど強い細菌やウイルスがいるというわけですね。代表的なものに結核とか梅毒です。こいつらなかなかしぶといじゃないですか。だから慢性期になるじゃないですか。ということで、急性と慢性の違いについてもお話しします。急性炎症で反応する白血球は何でしたか？好中球でしたね。では慢性期に反応する白血球はリンパ球、マクロファージです。急性炎症ではですね、4つの兆候、骨赤主張、熱管疼痛が強いです。逆に慢性の場合はですね、あんまり強くないんですね。弱いです。もしくは消失しています。疼痛は出現している場合もあります。ですが弱いですね。急性炎症には冷暗房が有効です。特に主張、熱管とかですね。なぜか熱管が起こっているということはですね、血管が拡張しているからですよね。冷暗房をすれば血管が収縮します。なので急性炎症には冷暗房が有効です。しかも急性の疼痛もですね、冷暗房の方が効きます。ということは慢性炎症は温暗房です。特にリュウマチではこの考えめちゃくちゃ大事になってきます。リュウマチで特に痛みが強くないときは温泉とかが有効です。ですが痛みが強くなれば温泉はまずいです。冷やした方がいいんですね。そして急性炎症ではですね、傷から膿とか浸出液が出るんですね。膿っていうのはですね、菌と戦った白血球、その菌と白血球の残骸やと思っておいてください。それが傷から出てきます。慢性炎症は上皮とか反根ができるんですね。この上皮が傷を覆いかぶさることを肉毛組織の増殖と言います。ここからは国家試験問題です。まずは必修問題からいきましょう。細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。答えは好中球です。ここからは一般問題です。疾病発生の外的要因のうち物理的要因はどれか。答えは2番、紫外線です。細菌はですね、生物学的要因ですね。他にもウイルスとか真菌がいました。一酸化炭素とかメチルアルコールは化学的要因です。炎症の4兆候に含まれるのはどれか。2つ。答えは2番、主張と4番、発赤です。主張はですね、血管透過性が更新したことによって血液の水分が漏れ出るんですね。それによって腫れ上がるわけです。発赤はですね、血管拡張によって血液量が増えます。血液は赤色でしたね。宝石になるわけです。急性炎症と比較して慢性炎症に特徴的な所見はどれか。2つ。答えはリンパ球浸潤と形質細胞の浸潤です。形質細胞っていうのはリンパ球の中の B リンパ球が変身した姿です。ということはリンパ球なんですよ。リンパ球の一部です。ということで慢性炎症に特徴的なんですね。好中球浸潤と血管透過性の更新、これは急性炎症ならではです。 CRP の上昇は急性とか慢性に限らず上昇しています。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録、友達や後輩の紹介をお願いします。Twitter では必修問題、Instagram では一般問題を出題しています。概要欄からフォローの方お願いします。炎症はですね、
直接的に問われることは国家試験では少ないんですけども、やっぱり知っておくことでいろんなところに応用ができます。ということで、こういった病態とかも発信していきますので、しっかり勉強していきましょう。それでは実習や勉強頑張ってください。今日もありがとうございました。